心と文化が共鳴するまちづくり、緑と潤いのあるまちづくりを目指してグリーンフェア93茨城、まもなくオープンでございます。さあ、それでは皆様方どうぞ。27日、偕楽園公園と船場公園を会場に第10回全国都市緑化茨城フェアが開幕しました。グリーンフェアは昭和58年から始まった花と緑のイベントです。第1回は大阪市で開かれ、そして東京都、神戸市、札幌市、熊本市が会場となり、昨年は神奈川県相模原市で開催されました。今水戸市で開かれているグリーンフェア93茨城は、偕楽園の開園150周年、そして船場湖周辺大規模公園の整備を記念したものです。フェア会場は偕楽園公園、船場公園が一体となった130ヘクタールという広大な敷地です。会場周辺にはおよそ6500台の駐車場が確保されています。また水戸駅と会場を結ぶ2階建てのロンドンバスも人気を集めています。偕楽園には JR 常磐線の臨時駅が設けられました。会場内の駅という便利さが、遠くから会場を訪れる人たちに利用されています。今日もたくさんの人たちが夢、希望、発見の旅を楽しんでいます。水と緑の自然都市水戸を目指す水戸市は、このフェアの開催を契機として、市民の皆さんと行政が一体となって町の緑化に取り組んできました。水戸市農業後継者クラブでは、農業に携わる立場から緑化フェアに協力しようと、昨年の秋から4万株のパンジーを育てました。私たちのクラブではですね、今回の緑化フェアに、どういう形かで参加したいという話がありまして、それで、自分たちの技術を生かしたこういった苗作り、まあ、パンジーの苗という形になりましたけど、そういうことで協力していこうということで取り組んでみました。それで今まで、自分たちの仲間である畜産農家徳川牧場ですとか、そういうところから特効土という堆肥ですね、いただきまして、そういうのを使って今のこの花になっていったわけです。でその中では高齢者のクラブのボランティア、そういうのもお手伝いいただきまして、こういう綺麗な花になった次第でございます。パンジーは千葉地区、三河地区、緑岡地区の皆さんの手で植えられました。そして今、それぞれの町に咲き誇っています。緑化フェアを盛り上げようと、水戸養護学校とその吉沢分校の皆さん160人が、手作りの看板20本を少年の森に立てました。
また飯富養護学校の皆さんも自作のアートパネルを森の中に展示しました。南町や泉町商店会など水戸市内17の商店会ではフラワーポットを設置してムードを盛り上げています。三の丸地区実践会では水戸駅の南口と北口にフラワーポット150個を飾り、水戸を訪れた人の気持ちを和ませています。水戸市植物公園ではグリーンフェア93茨城を記念して洋蘭展を開きました。また期間中は水戸の野生植物サギソウ展を開催しています。こうしたたくさんの市民参加は水戸の町に美しい心の花を咲かせました。水戸市では緑化フェアの会場に恐竜館のパビリオンを出展しています。3月13日、水戸市と友好関係にある中国の四川省重慶市から恐竜の化石がやってきました。税関のチェックを受けて早速組み立ての準備です。重慶市は中国のほぼ中央部にあり、大河長江が流れている中国では第三の都です。很快在水浒寺要跟水浒寺的广大人民呢见面了。そして我々ですね、今回 の、 恐竜展は必ずね無事に成功することを固く信じております。またね今回の都市緑化フェアにも必ず、いいね、なんていうかな、宣伝もねもたらしてるんじゃないかと思っております。恐竜館では重慶市の自然博物館から恐竜の骨格3体のほか足跡や牙などの化石70点余りを展示しています。全長 17.5メートルのオメイサウルスの組み立てです。ほぼ全体が形を表してきたユンチャノサウルス。 5.3 メートルの体にはたくさんの剣がある草食の恐竜です。このパビリオンは3月25日に完成しました。中国からも多数の出席者を迎えてテープカットが行われました。我们应水浒市政府的邀请，以重庆市人民政府代表团的名义，专程到水浒。重慶市自然博物館の者の努力で、中国大恐竜展はただ今開幕にあたって、私は重慶市政府と重慶市1500万人民を代表いたしまして、熱烈な祝賀の意を申し上げます。恐竜を組み立てた人たちの笑顔がとても印象的でした。緑化フェアの会場は
3つのゾーンと7つのパビリオンで彩られています。少年の森のある森のゾーンを挟んで千葉湖の南側を町のゾーン、興奮橋のある西側を里のゾーンとして演出しています。里のゾーンにはイベント会場となる緑のステージがあります。コンサートや各市町村を紹介するふるさとの日が毎日のように開かれています。茨城県が出展した梅の文化館です。どなたじゃな、私の亀井の梅屋敷をまねたのかにゃい。ここでは梅の魅力のすべてがわかるようになっています。ふるさと館は28の市町村がコーナーを設けてお国自慢を PR しています。また近くには216メートルの大花壇があります。たくさんの花で描かれた青青流天は壮大な花絵巻として見る人を引きつけています。森のゾーンにある花と石の時空庭園は楽しさいっぱい。そして童話の森では小人たちと一緒に自然を満喫できます。たくさんのパビリオンがある町のゾーンではさまざまな視点から緑あふれる生活を提案しています。丸いドームに包まれた水戸市出展の恐竜館です。どうぞ。いらっしゃいませ。中国四川省の重慶市からやってきた恐竜たち。絶滅した恐竜や化石は地球環境の大切さを訴えていました。香りいっぱいのローズガーデンです。ここでは色とりどりのバラが楽しめます。千葉湖に吹く爽やかな風、
そして虹の架け橋。水上花壇に心和みます。可愛い動物たちがいるトピアリーガーデンです。カラーガーデンには色鮮やかな花が咲き誇っています。花と緑で埋め尽くされた第10回全国都市緑化茨城フェアは5月30日まで開かれています。偕楽園公園と千波公園での春の祭典にぜひお出かけください。水と緑に恵まれた水戸をあなたの目で再発見してはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは参ります。心と文化が共鳴するまちづくり、緑と潤いのあるまちづくりを目指してグリーンフェア93茨城、まもなくオープンでございます。さあ、それでは皆様方どうぞ。27日、偕楽園公園と千波公園を会場に第10回全国都市緑化茨城フェアが開幕しました。グリーンフェアは昭和58年から始まった花と緑のイベントです。第1回は大阪市で開かれ、そして東京都、神戸市、札幌市、熊本市が会場となり、昨年は神奈川県相模原市で開催されました。今水戸市で開かれているグリーンフェア93茨城は偕楽園の開園150周年、そして千波湖周辺大規模公園の整備を記念したものです。フェア会場は偕楽園公園、千波公園が一体となった130ヘクタールという広大な敷地です。会場周辺にはおよそ6500台の駐車場が確保されています。また水戸駅と会場を結ぶ2階建てのロンドンバスも人気を集めています。偕楽園には JR 常磐線の臨時駅が設けられました。会場内の駅という便利さが遠くから会場を訪れる人たちに利用されています。今日もたくさんの人たちが夢、希望、発見の旅を楽しんでいます。水と緑の自然都市、水戸を目指す水戸市は、このフェアの開催を契機として、市民の皆さんと行政が一体となって、町の緑化に取り組んできました。水戸市農業後継者クラブでは、農業に携わる立場から緑化フェアに協力しようと、昨年の秋から4万株のパンジーを育てました。私たちのクラブではですね、今回の緑化フェアに、どういう形かで参加したいという話がありまして、そ
それで、自分たちの技術を生かしたこういった苗作り、まあ、パンジーの苗という形になりましたけど、そういうことで協力していこうということで取り組んでみました。それで今まで、自分たちの仲間である畜産農家徳川牧場ですとか、そういうところから、特効土というのは堆肥ですね、いただきまして、そういうのを使って、今のこの花になっていったわけです。でその中では高齢者のクラブのボランティア、そういうのもお手伝いいただきまして、こういう綺麗な花になった次第でございます。パンジーは千葉地区、三川地区、緑岡地区の皆さんの手で植えられました。そして今それぞれの町に咲き誇っています。緑化フェアを盛り上げようと、水戸養護学校とその吉沢分校の皆さん160人が手作りの看板20本を少年の森に立てました。また飯富養護学校の皆さんも自作のアートパネルを森の中に展示しました。南町や泉町商店会など水戸市内17の商店会ではフラワーポットを設置してムードを盛り上げています。三の丸地区実践会では水戸駅の南口と北口にフラワーポット150個を飾り、水戸を訪れた人の気持ちを和ませています。水戸市植物公園ではグリーンフェア93茨城を記念して洋蘭展を開きました。また期間中は水戸の野生植物サギソウ展を開催しています。こうしたたくさんの市民参加は水戸の町に美しい心の花を咲かせました。水戸市では緑化フェアの会場に恐竜館のパビリオンを出展しています。3月13日、水戸市と友好関係にある中国の四川省重慶市から恐竜の化石がやってきました。税関のチェックを受けて早速組み立ての準備です。重慶市は中国のほぼ中央部にあり、大河長江が流れている中国では第三の都です。很快在水浮市要跟水浮市的广大人民呢见面了。そして我々ですね、今回の恐竜展は必ずね無事に成功することを固く信じております。またね今回の都市緑化フェアにも必ず、いいね何ていうかな、宣伝をねもたらしてるんじゃないかと思っております。恐竜館では重慶市の自然博物館から恐竜の骨格3体のほか、足跡や牙などの化石70点余りを展示しています。全長 17.5 メートルのオメイサウルスの組み立てです。ほぼ全体が形を表してきたユンチャノサウルス。
5.3 メートルの体にはたくさんの腱がある草食の恐竜です。このパビリオンは3月25日に完成しました。中国からも多数の出席者を迎えてテープカットが行われました。我们应水户市政府的邀请，以重庆市人民政府代表团的名义，专程到水户，重庆市自然博物館の者の努力で、中央都体育より展はただいま開幕にあたって、私は重慶市政府と重慶市1500万人民を代表いたしまして、熱烈な祝賀の意を申し上げます。恐竜を組み立てた人たちの笑顔がとても印象的でした。緑化フェアの会場は3つのゾーンと7つのパビリオンで彩られています。少年の森のある森のゾーンを挟んで千葉湖の南側を町のゾーン、興奮橋のある西側を里のゾーンとして演出しています。里のゾーンにはイベント会場となる緑のステージがあります。コンサートや各市町村を紹介するふるさとの日が毎日のように開かれています。茨城県が出展した梅の文化館です。ここでは梅の魅力のすべてが分かるようになっています。ふるさと館は28の市町村がコーナーを設けてお国自慢を PR しています。また近くには216メートルの大花壇があります。たくさんの花で描かれた青青るてんは壮大な花絵巻として見る人を引きつけています。森のゾーンにある花と石の時空庭園は楽しさいっぱい。そして童話の森では小人たちと一緒に自然を満喫できます。たくさんのパビリオンがある町のゾーンでは様々な視点から緑あふれる生活を提案しています。丸いドームに包まれた水戸市出展の恐竜館です。どうぞ。いらっしゃいませ。
中国四川省の重慶市からやってきた恐竜たち。絶滅した恐竜や化石は地球環境の大切さを訴えていました。香りいっぱいのローズガーデンです。ここでは色とりどりのバラが楽しめます。千箱に吹く爽やかな風、そして虹の架け橋、水上花壇に心和みます。かわいい動物たちがいるトピアリーガーデンです。カラーガーデンには色鮮やかな花が咲き誇っています。花と緑で埋め尽くされた第10回全国都市緑化茨城フェアは5月30日まで開かれています。偕楽園公園と千波公園での春の祭典にぜひお出かけください。水と緑に恵まれた